こんばんは、ヒュエです。では、信長の野望を続きやっていきましょうか。ヘイ、シリー。タイマーセット。時間を指定してください。20分。はい、タイマーを20分にセットしました。とりあえず。戻るぞ。もう、戦意下がってもしょうがない。どうしようか、川中島に陣取っていいの。ここに陣取ればいいの。ちょっと待って待って待って、どうしよう。まだ待つべきだったかな。どうしようかね。タイミングすごくミスった。ちょっと待って、集結を開始してますけど、してますけど、もう動く？もう動く？まだまだまだ間に合う？まだ集結しただけ？使いの者が来たようです。おう、マジで？まあ、うん、いいよ。まだ、まあ、間に合いそう、間に合いそう。動き始めた。あ、大丈夫。お、冬だよ。冬だよ。報告いたす。先月の終始でございます。ご命令を。ちょっと音楽がすごくあれなんですけど。かしこまりました。証券もうやってる場合か。だけど承知いたしました。そしたら行軍、まだ味方も乗り切ってない。どうしよう。でもこれが、はいはい、出陣する。敵の方がめちゃめちゃ多いけど、ああ来てる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 。勝てるか。向こうからも来るけど、ちょっと待って。はいはい、使いの者が来たようです。何、和睦。ああいいっすよ。動かざること山のごとし。ちょっと待って、こ行軍、
善光寺。ダメだ。あ、そう。はいはいはい。松姫。報告します。先月の収支です。はい、ご苦労。これより行状を執り行う。はい。待って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 。分子。この3つだな。これにて表情は終わりだ。策がございます。はいはい。お、いいね。はいはい。うん、全然無理じゃん。そんなもたもたしてる場合じゃないんだけどな。ほい。うわ、全然間に合わない。考え支援。まだいける？あ、ほい。まだいける？ああ、はい。ありがとう、おいで。そんな状況なんでしょうか。もう音楽はめちゃめちゃ急かされてるけど。かしこまりました。こんなもんかな。かしこまりました。はっ。はっ。かしこまりました。かしこまりました。はっ。
使いすぎかな。かしこまりました。まあこんなもんでいいかな。かしこまりました。さあ、あれ、お、え、ちょっと待った、え、ちょっと待って、あ、こっちに集結してる。うっそー、飯山城どこ、ここ、なんで、戻るとしよう。これあれですか？え、どこ行くの？報告いたす。先月の収支でございます。あれですか？ああ、え、織田家と結んでるのになんで攻めてくんの？え、ちょっと待って、君はどこを攻めるの？川越でしょ？え？え？これあれですか？攻めるように見せては引きってやつ？まさかの。え、あら、どうしようかな。まあ承知いたしました。ちょっと待って、どういうこと？また打って帰ってくんじゃないの？俺はそのまま春日山城を攻めていいの？まだいるの君は、そこに。え、どうする？お、来る。そうですか。え、どういうこと？全然ルートが分からん。
とりあえずじゃあ戦い王城戦多分敵も超強いと思うんだけどな。まあいいや、出てくる。どうなります？あら。うん。報告します。先月の収支です。はい。ご命令を。かしこまりました。とりあえず進出だけ進出しましょうよ。かしこまりました。んで逃さず囲え。はい。え、使いの方が来たようです。はい、はい、はあ、よかろう。ちょっと待って、これ川中島の戦い終わり？これで。戻るとしよう。え、無駄込め？どうしようか。まあでも馬手に入ったからいいけどさ。里見家、里見家ってどこ？ここ？違うね。里見家ってどこよ？どこ？ここ。だからどこそこ？王女と戦うんだから、あ、ここね。どうしよう。まあいいや、とりあえず今月の
うん、報告いたす。先月の収支でございます。まあでも軍馬がめちゃめちゃ手に入ったからいいけど。これより行状を執り行う。おお、すごいペッカーになってる。ほう、王道だな、王道だな。これでこれにて表情は終わりだ。計りごとならば任せよ。確かに。それやりたいね。これでも前もあらされたやつでしょ。農業、軍事が全然足んない。ちょっと農業一旦セーブしといて、セーブというか残しといて、うん残しとくのもあれだけど。で、あ、やばい、足んなくなっちゃった。とりあえず一旦これで。そしたら、かしこまりました。ここは直後だもんね。姉小路家と戦っちゃっていいかな。うん、三旗立てなしもご商覧あれ。わーい、ありがとう。じゃあロー上戦、どっちもロー上戦。いや、こっちから行きましょう。まだ上杉は攻めてこれないしね。使いの者が来たようです。え、拒否。
おうおうおう、戦うか。報告します。先月の収支です。はい、ほう、え、独占するの？心証悪くなるって言ったじゃん。どれ？できるとこある？ないじゃん。そう。はいはいはい。難しいこと言うね。では一旦ここまでにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。ヒューでした。バイバイ。